はい、こんにちは、源です。今日はですね、オンライン英会話について僕の経験を交えながら話をしていこうかなと思います。で、僕もオンライン英会話自体は、コロナが起きる前だから去年の11月ぐらいから始めてて、でも半年ぐらい経ったんですね。やっていく中で、少しずつ英語力の向上自体は自覚してるんですけれども、それについて少し話をしていこうと思います。で、オンライン英会話のやっている会社はたくさんあって、それは価格 .com っていうサイトに比較がまとまっているので、そちらを見ていただくと、一目で見れるのでいいのかなと思います。で、登録が面倒でなければ、いろんな会社がやっている無料レッスンを受けることができるので、ぜひ考えている方、オンライン会話を受けてみようかなと、この機会に受けてみようかなって考えている方は、価格 .com にサイトがまとまっているので、そちら見てもらえるといいかなと思います。で、僕自身も3個か4個か、いろんな会社の無料レッスン受けた後で、結局DMM 会話を使ってるんですけれども、で、何が良かったかっていうと、他の会社だと、Zoom とか Skype とかをダウンロードしなくちゃいけなくて、で、僕はスマホ1台で、レッスンが受けれるって考えると、Zoom とかの Skype アプリをダウンロードしてもいいんですけど、ちょっとそれがめんどくさかったので、それが必要のない DMM 会話を使ってます。で、僕のプランはネイティブの先生選べないプランなんですけれども、それでもフィリピンの先生がすごく多いけど、他にもいろんな国の先生がいて、アフリカ系とか、あとは南米系とか、あとはやってみるとすごくいろんな国の先生がいて、それこそ発音も違うし、あとは、この微妙な言い回しが違ったりとか、そういうのもあるんですね。で、レッスン内容は選べるんですけれども、例えば文法を学びたいとか、あとはボキャブラリー学びたいとか、発音を学びたいとか、いろいろレッスンも選べるので、それもメリットなんじゃないかなと思いますね。学びたい内容によってレッスンを選んでいく、あるいは、普通にフリーコンバセーションで、あらかじめ決めておいたトピックとか話題があったら、それについて話をしていくっていうのがすごくできるレッスンですね。僕は最近だともうフリーコンバセーションしかやってなくて、ほとんど最近のお題はコロナの話が多いんですけど、日本と、あるいは先生の国の、コロナ対策とか、日々どうなっていくかとか、あとはコロナの後何をしたいかとか、そういった話をしていくんですね。で、そういった話をしていく上でやっぱり必要だなって思うのは、意外と日本のことを僕らは学んでないんじゃないかなと思いますね。結構ニュースでは見たりするんですけど、海外の先生はこの自分の国のことについてすごい詳しい印象があって、やっぱり語学学習をする上で、日本人であれば日本のことを知っておく必要があるんじゃないかなというのは、で、しかもそれを英語に変換しなくちゃいけないので、結構ここら辺は語学力向上にはいいんじゃないかなと思います。ただ、デメリットとしては、例えば、僕はフィリピンの先生とよく英会話してるんですけど、同じ国の先生でも多分バックボーンが違うせいなのか、通じない発音があったりするんですね。つい先日、花粉症のことをハイヒューバーとかヘイヒューバーって言うんですけど、それが通じなくて、ポーレンって言ったら通じたんですね。そういった微妙なニュアンスの違いがあったりとか、英会話って本当に面白いなと思うのはそこですね。ただ、フリーコンバセーションの場合は、話したい話題をあらかじめ用意しておかないと、結構ですね、時間がそのまま過ぎていっちゃったりとか、うまく会話を誘導してくれる先生はいいんですけど、そうでないと、沈黙の時間が続いて、で、時間だけが過ぎていっちゃったりするんですね。DMM の場合は1レッスン25分しかないので、先生によってはレッスンに接続してくるのが遅かったりして、そこで1分とか2分過ぎちゃったりするんですね。なので、フリーコンバセーションしたい場合は、あらかじめ話題を用意しておくといいかなと思います。あるいは話の流れの中で、例えば今日何やってるのとか、趣味は何なのとか、そういった軽い切り口から話を展開していくのも面白いんじゃないかなと思います。あとは、人によって話が合わなかったりした場合は、すぐに教材を選ぶなりして、切り替えると時間が無駄に使わないで済むんじゃないかなと思います。
ただ、まあ、オンライン会話に関しては Wi-Fi の接続状況とか電波が悪いとこうお互いに音声が聞こえなかったりとかよく聞こえないままレッスンが終わったりすることもあるんですね。そういった場合はこうスクリーンオフにすると多少改善されることもあるんですけど、例えばまあなんか自分でもあるんですけど、突然こう先生が出てっちゃってそのまま終わったりとか、そういったこともあるので、そういったこともあるんだぐらいの感覚で臨むと、ストレスがなくできるんじゃないかなと思います。で、実際今AI が向上してきて、で、ポケトークでしたっけ？ああいう翻訳の機械もすごく技術が向上してきているので、この機会にオンライン会話とか他の言語を学ぶのどうなのかなって考える方も多いとは思うんですけれども、実際翻訳機能が向上してはいるんですけど、多分微妙なニュアンスとかっていうのはまだまだ翻訳できないんじゃないかなと思います。あとは日本語に関しても結構この新しく言葉って作られるじゃないですか。それを機械が翻訳できるかっていうと、多分そこまでまだいってないかなというのがあるので、AI の機能が向上しているとはいえ、まだまだ、実際人と人が直接会話する方がやっぱりこうお互いにとってメリットがあるなというのはありますね。ですので、オンライン英会話を学ぶ方はこれから始めてみる方はまず、価格 .com にまとまっているので、そちらから入っていってみるといいんじゃないかなと思います。で、今日はですね、オンライン英会話について、少し僕の経験を交えて話をしてきたんですが、僕のチャンネルでは過去の自分に刺さる言葉というか、過去の自分に向けてのアドバイスというテーマで話をしています。もし、よかったらいいねとか、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた会いましょう。